건조한 피부를 촉촉하게 만든다. 潤ってる 肌のことを 촉촉하다 って 言いますね。건조한 피부를 촉촉하게, 칙칙한 피부를 화사하게, 거칠어진 피부를 매끈하게. こんな肌の悩みと、それから解決した後の肌のいい状態を表す単語たちを、今日は VT コスメティクスと一緒にお届けしたいと思います。皆さんこんにちは、このみです。先日アップロードしたチョンの旅行の Vlog は見ていただけたでしょうか？なかなかね、編集する時間が取れずに、8月下旬の様子を1ヶ月後の今にお届けすることになってしまったんですけど、その時の気候から考えると、今のソウルはもうすっかり秋らしい季節がやってきております。今日はですね、タイトルの通り肌に関する韓国語をちょこっと皆さんにご紹介しながらですね、今回 VT コスメティクスさんからシカバイタルシリーズっていうのが出てですね、そちらの商品を提供していただいたので、そちらのレビューと一緒に、皆さんにお届けしたいなと思います。さっきも言ったように、つい最近急激にね、風も冷たくなって、季節の変わり目に、よくある乾燥だったり赤らみだったり、もう少しずつ目立ってきてるなっていうのが感じていました。で、ちなみに皆さん、季節の変わり目って韓国語で何ていうかご存知ですか？ヒントは漢字語です。って言ってもらごへっかよ。パッと単語が浮かばなくても、どうやって言い換えようかなっていうふうに気持ちを切り替えてすぐに考えていた方は、とっても優秀だと思います。で、実際の会話になるとね、どうしても単語出てこないことたくさんあるので、とっさに知ってる単語で言い換えることができる、もしくは何かこうほどいて説明することができるっていうだけでも十分だと思います。で、考えてもちょっとギブアップだっていう方はですね、ちょっとイメージトレーニングで、目の前に韓国人がいるって想像してみてください。で、その人に韓国語で、季節の変わり目って韓国語で何て言うんですかっていうふうに質問したいなっていうふうに考え方をちょっと切り替えてみるといいと思います。そうすると、この季節の変わり目っていうのをどうにかしてこう言い換えて相手に伝えようとすると思うので、自分でも驚くような適切な説明の仕方がこうパッて出てきたりとかするんですね。もう本当にこの想像力が大事だと思うんですけど、例えばもう계절이바뀌는시기他にも、それこそ季節の계절なんかも思い浮かばないだったら、もっと簡単にでも十分表現はできます。例えば、最近まで夏だったので、夏だったんだけど、だん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 秋になっていくこの区間みたいな感じで言ってもいいですよね。この時とかって言ってもいいと思います。여름이었는데점점가을이되는구간이라든지지금이순간とかっていう感じでも何とでも言えると思います。で、もちろんね、正解も見ていきたいと思うんですけど、正解は환절기って言います。환절기こういうふうに言います。で、そんな환절기にぴったりのビタミン C が含まれたこのシカバイタルシリーズですね。洗顔が終わってですね、一番最初に塗っていくのはデイリーの順番で言ったらトナーがあって、エッセンス塗って、で、その後クリームで仕上げるっていう感じになると思うんですけど、スペシャルケアとして VT でおすすめしてるのがエッセンスパサミ。エッセンス塗った後にマスクパックして、その後にまたエッセンスで仕上げるとしっとりしていきますよ、なんていうふうにおすすめもしてました。私、今この VT さんからいただいて1ヶ月以上も使ってるんですけど、トータルですごくいい点が、もうキーワードとしては使いやすさが抜群っていうところがあって、何かっていうと、マスクパックも1枚1枚個包装じゃないので、開けてすぐ貼れるっていう使いやすさで、トナーもポンプ式なのですぐ塗れるっていう使いやすさ
でエッセンスとかに関してはもちろんこういう一般的な瓶でスポイトっていう感じなんですけど、量がめちゃくちゃ多いですよね。だいたい30ミリとか50ミリがエッセンス一般的かなと思うんですけど、これ100ミリ入ってるんですよ。なので1回買ったらだいぶ長く使っていけるんじゃないかなっていうことで、私的にはやっぱりちょっとズボラなところがあるので1回買ったら長く使える方がいいかなっていうことで、すごくいいなって思いました。でクリームもやっぱりなんていうの、こういうあの瓶、ガラスの瓶とかじゃなくて、こういったチューブの形で入ってたりとかして、もうパッケージが使いやすさに特化してるなっていうのと、テクスチャー自体も使いやすさに特化してて、すごい浸透が早いんですよ。韓国語だったらフプスガパルダラゴハジョ、吸収フプスガパルダ、그래서되게빨리빨리흡수가되니까너무편해요。특히まあ夜とかだったら疲れてるんで早く塗りたいから、どん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 ぐん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 吸収してくれるのすごく楽ですし、マスクパックも普通剥がした後こう浸透させるのに大変じゃないですか。パタパタずっと叩いてなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、このマスクパック結構軽めで、だいたい3分から5分ぐらい貼っておくといいですよって、普通マスクパックだと10分ぐらいがね平均だと思うんですけど、それぐらいデイリーで使いやすい、短い時間でも OK っていう風になってるぐらいなんで、やっぱり剥がした後もこう染み込ませるこの動作が少なくていいなっていうのがすごく楽でした。で、まあ、全体に言えることといえば、あとは柚子の香りがすんごくいいです。もう本当に癒されます。どれ使っててもすごい柚子の香りがよくって、향이좋다그쵸、향이너무좋아서쓰면서도기분이되게좋았어요。で、トナーのテクスチャーをちょっと見ていきたいんですけど、これポンプにちょっと押してこうやって見てみると、こんな感じで結構こってりしてるんですね。こう下がっていかないじゃないですか。韓国語だったらコルチュッカダって言います。コルチュッカダ、コルチュッカダ、コルチュッカダ、こっくりしてる感じですよね。日本語ってこっくりこってりじゃないですよね。こっくりですよね。こっびっくりしてるから一瞬重めのテクスチャーだなって思うんですけど、塗ってくとサラサラしてくんですよ。だいたいスキンケアってさっぱり系しっとり系で分かれるじゃないですか。そうすると촉촉한タイプ、그리고산뜻한タイプっていう風に2つに分かれるんですね。이렇게골쭉한느낌이었다가갑자기이렇게되게빠른흡수력으로산뜻하게마무리가되는그런느낌이에요。되게좋아요。그래서これもやっぱり使いやすさですよね。早く染み込んでいくから、もう本当にスキンケアが楽っていうのが私にとってはすごくいい点でした。で、まあエッセンス塗っていくんですけど、エッセンス特に何かこう入ってるわけじゃなくて、もう透明なエッセンスなんですけど、これもやっぱり吸収がめちゃくちゃ早いなっていうのも感じますし、塗った後にやっぱりトナーとはちょっと違うのが、中から潤ってはくるけど、まだ外側こうやって浸透させてしまったら、その後はやっぱりしっとり感っていうの足りないので、エッセンスで塗っていくと思うんですけど、エッセンスは同じように吸収は早いんですけど、染み込ませていくともうやっぱり確実に肌の質感っていうのがしっとり仕上がってきますね。なので塗りやすいのにちゃんと中から潤わせてくれるっていうことで、日本語でインナードライってあるじゃないですか。で韓国語でソッコンジョっていう風に言って、中内側のソっていうのと感情、さっき言った乾燥っていうことでソッコンジョっていう風に言うんですけど、なかなかあの母音の発音が難しいですね。母音こうやってソッコンジョ、あーどうやって言うかな、口がこううまくついてきてくれないなって思ったら母音から言ってあげます。おあおおあおじゃないですか。おあおここにシーンだけ後からくっつける、速乾状、速乾状、こういう風に言ってあげるとちょっと口がついてきてくれるようになります。でトナーにはヒアルロン酸も配合されてるそうです。イギリス産の純ビタミン C ももちろん入ってますし、それが一番大きい特徴ですけど、トナーにはヒアルロン酸も入っているっていうことで、まあ潤いにいいんじゃないかなっていう感じがしました。で最後クリームですね。クリームも結構軽めです。やっぱりこれもテクスチャー的には結
構固めなんですけど、固めなのに実際に塗ってみるとサラサラしてて、最終的にちゃんと潤ってくれるみたいなのが全体通して特徴としてはありますね。クレソを使いやすさっていうことで、普段使いにいいっていう感じで、韓国語でデイリー、日本語でもデイリーって言うと思うんですけど、デイリーロスギーえ좋은제품인것같아요。デイリーロスギー딱좋은느낌을받았어요。もうちょっと難しくカッコつけて言うと、デイリーロスギーえ적합한느낌을받았다。적합하다、適合ですね、すごく合ってる、ぴったりだっていう感じで적합하다、普段もよく使うんですけど、デイリーロスギーえ되게적합한느낌을받았어요。그래서이런식으로지금까지리뷰를해봤고요。友達も目代わりで買ったってやっぱ言ってたので、目代わり利用して皆さんも安く割引されてる時に狙って買ってもらえたら一番いいんじゃないかなと思います。実際に目代わりで販売されているっていうことでした。今日あんまりたくさんの単語紹介しないように、よく使うものに厳選して、皆さんに今日言ってきたものは全部覚えてもらえるように思って紹介したんですけど、첫번째乾燥してるのが건조하다ですよね。건조하다、それが良くなったらどうなりますか。肌が潤うので촉촉하다っていう形容詞になってきます。건조했던피부가촉촉해진다、青じだがつくとそういう風になるっていうことなので、촉촉해지다になります。で、그다음에칙칙했던피부가어떻게돼요、화사해진다、그쵸、くすんでる肌のこと、チクチク感皮膚、ちょっとくすんでるような、やっぱりビタミン C が配合されてるシリーズなので、なんかこう肌にこうエネルギーチャージしたいっていう時はすごく手を出したくなる、ビタミンカラーですしね。私もオリアンとか行くとすぐこういうのに目が行ってしまうんですよね。肌疲れてるなっていう風に感じたら、こういったものこう手がね伸びてしまうんですけど。그래서이런식으로오늘은리뷰를해봤고요。ぜひね、皆さん、くすみとか乾燥に悩んでる方なんかは、こういったデイリーで使いやすい VT シカバイタルシリーズ、おすすめです。私も癖になりそうです。그러면、今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。안녕。